Reality Idol cover girl who came from 2025. Hey!
お願いします。はい、リーダーのマイマイことマスターお願いします。ありがとう。はい、初期今切り替えたいうちに片木村へね、よろしくお願いします。
香です。よろしくお願いします。はい、青担当のなっちこと横山なつみです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで本日は待ちに待った松川ワイン生誕祭です。イエーイ、ありがとうございます。いや、早速ね、出てきたらと思ったら、はい、足がね、かわいいなと思いました。これ私の好きなキャラクターなんだね。あ、そうなの？ほんとだ、なんかカバカバ T シャツ着てる。ほんとだ、めっちゃかわいい。著作権大丈夫？著作権あ、大丈夫？大丈夫？アウトなの？あの、秘密にしてきました。これ、秘密で。秘密にさ、名前書いてあります。名前が、あ、ほんとだ、すごい。これなんか誕生日でメンバーカラーで作るじゃないですか、ね、毎回初めてだからすごい嬉しい、ありがとうございます。やったー、まあ、ちょうど松川の愛生誕祭ということで、まあ、後半でね、お祝いをね、がっつりとしていきたいなと思って。はい、楽しみ、ね、楽しみだね。はい、そう、まあ、でも実はさっき私たちライブを一本してきてて、そうそう、あの音玉にね、はい、そう、出演してきました。イエーイ。神奈川県だよね。そう、そうなんですよ。なんか海だった。海だったね。海だった。初海、そう、初海してきました。入ってきたの、足ね。水着も着たりなんかして、見れた人と見れてない人がいるかもしれない。そうなんです。ちなみにこの下はあの水着じゃないです。違いまで見たかったな。はい、まあ、ということで、まあ、そんな感じで今日ね、2本目なんですけど、みんなで楽しんでね、一日終われたらなと思うので、はい、最後まで皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、それでは次の曲どうぞ。やばい、we'll be right back.
前半戦とは思えない本当にこのみんなのテンション嬉しいね嬉しいね嬉しい、ありがとうございます。ちょっと久しぶりの曲もやったんだよね。そう、結構久しぶり。マイミーちゃんとかね。そうなんですよ、めっちゃ久々だったよね。めっちゃ久々でした、ね、あれラブプリンセスはやらない、ラブプリンセスはやらない、あんまり盛り上がんないな自分で探すしたそれはそうって、みんなあの聞くだけ楽しんでください。そうそうそう、ラブプリンセス、そうラブプリンセス、傑作ですよね。傑作です、私のあれも盛り上がんないんですよ。そう、だいぶ次の話題に行きましょう、はい、ということで、ね、今日は、まあ、松川舞生誕祭ということでですね、はい、ちょっとはい、今だから言える松川さんの話を今だから言える松川さんを知ってきたらななんて思ってるんですけど、はい、いっぱい褒めてください。いやいや、それはないの。なんかありますか、あの今だから言えるとか、まあ、第一印象とか。第一印象はあのちょっとお人形さんみたいだなと思った。あー嬉しい、そう、何考えてるか分かんないな。あー、それをめっちゃ言われる。あ、でも、うん、私、あのやっぱさ、4期生だから結構後輩いっちゃう、うん、そうだ。いや、なんか先輩のことやっぱ1回はさ、怖いって思うわけよ。まあ、そう、最初は、最初はなんか、まあ、いろいろ教わったりしてさ、怖いと思うんだけど、まいまいさんは怖いと思ったことない。教えられてないみたいな。教えられてないみたいな。舐められてるみたいな。やばいね、一回も怖がれたことないの、後輩に。そう、なんかね、そういうとか雰囲気だから、うん、そうそう。なんかすごい話しかけてくれたよね。そうそう、めっちゃ話しかけた気がする。マイマイさんに私ダンス教えてもらったことがあって、先輩らしいね。カーニバルかな、カーニバルって曲なんですけど、うん、私推しメンがマイマイさんで入ってきて、そう、マイミーでオーディション受けてくれたんだよ、長田の。嘘つけてないよ。なんかすごい緊張したんですよ。あの、うん、ユーチューさんとかに教えてもらったんですけど、うん、で、なんかそしたら意外と教え方下手ですよ。優しい先輩だと思ったけどね。ちゃんと教えてたよ、絶対。でも、レイじゃないよ。でもさ、わかる、なんか前に教わった後に、そう、教わった後に夏目天地に一回確認しようって言ったよ、後輩は。そうね、それ今でもそうだよ。なんか前にここって何番ですかって聞いときながら、もう一回言うかとかに確認し直すよね。そうそう、今でもね。そう、なんかやっぱ不安なんだよ。だってもうね、もう21歳なのに、ね、そう、やばい、結構やってきてる。まあね、でも最近ちゃんと踊れてるよね。いや、踊れんの当たり前だよ。何年やってんだよ。まあね、確かに。ね、本当お騒がせ。お騒がせといえばね、ついさっきもやらかしてるんですよ。あの今日水着着て、上着、ちょっと白い上着を着てたのよ。そうそう、でもそれもあの物販でも着る上着だったんだけど、なんか海に入って遊んでたの、物販の前にね。で、なんかこう水かけ合いしてたんだけど、あのマイマイさん、足バンってかけて泥水が飛んで、もう泥だらけ、もう着れないよね、その上着。ひどかった、ほんと。水だけちょっとガチャってやろうかなって思ったら、足に泥がついてて、泥バーンって、オラの胸のところにジャリジャリジャリになっちゃって、はい、こんなことがあって、ね、やばい、今、薪が出た。あ、盛り上がしすぎちゃうので、今見たら、あ、卒業生がいるわ。話しすぎちゃって止まらないね。松川祭りということで、はい、次の曲に行きたいと思います。はい、それでは次の曲どうぞ。今日木曜日だよ。
やーつーい、つーい、本編の方は終了してしまうんですけれども、ここからはじゃあまいちゃんお色直しバイバイ行ってくるということで、はい、いや本当暑くてやばいよ、なんか熱気で全然みんなの顔今見えないっしょ、やばいよ、すごいこんなツインボックス見たことない、ね、あーすごい、あ明るくしてくれたからだいぶ見えます、はい、ということで、はい、してきましたね、そう、天気自体が今1ヶ月ぶりだからね、そうだよね、そう、だからこんなにたっぷりライブやるのも久しぶりだね、そうね、そんなわけで、そう、お昼はね、こちらは、はい、お子様に行ってきて、はい、まあ、あれだね、最後の夏を感じてきたって感じだね、そうだね、夏が来たし、水着来たしね、今日最後だし、多分今年は最後、見てない、そういうのは運営されてないでください、はい、でもさ、カバーがさ、水着着てるからみんな飽きてそうじゃん、あ、昨日も飽きちゃった、水着飽きちゃったか、下着てないよ、今下着てない、いや、脱がさない、水着着てないそう、まあ、ということで、お昼は大人間に行ってきて、そう、こうやってライブがたくさん増えてきたわけなんですけど、カバーガールズはね、10月の24日にね、はい、そう、あのシングルを、ニューシングル、あなたしかをリリースします、はい、まあ、今回は1年半ぶりということですけど、そうだね、どう久しぶりの CD ってねえ、時間が出したのが星降るじゃないですか、そうだね、そっからなかなか次出せなくて、そう、なんかいつ出すんだろうなと思ってて、まだかな、まだかなって待ってたんですよ、なるほどね、で、やっとね、1年越しに出せたので、リリーメとかもいっぱい増えてきたよね、そう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 、で、あとね、あれもね、レコーディングとかもね、そうよ、そうで、先日やったんですよ、あなたしかレコーディング、うん、どう神木、出来栄えの方は私、毎回レコーディングは聞きたいんですけど、ダッツさんにめっちゃ褒められた気がした、ダッツさん褒めた、褒められた気がした、褒めた褒めた褒めたっていうか、今までで一番ノリノリだったと思う、また違う、前回言ってること違う、違う今まで一番上手かったって上手かった、上手かったけど、ノリノリと違う、上手かったけど本人もノリノリだった、だから楽しんでたでしょ、なんか楽しそうだったもん、そう、なんか、まあ、今までが楽しくなかったみたいな言い方でそういうわけじゃないよね、そういうわけじゃないよね、自信持ってるからやったね、うん、俺ちゃんもなんか自信ありげだったけど、知らないんです、なんか終わった後なんか俺めっちゃかっこいいみたいなメンバーに言われたから、なんかさらになんか嬉しくなっちゃって、なんかすごい自信あるめっちゃ自信ある、自信あるめっちゃ自信あるしいけど大丈夫、同期のバンドさんこれなんかね、すごい、めっちゃそのレコーディングとかのスタッフさんにも、うん、ワードめっちゃ早いスムーズみたいな感じで、すごい調子乗ってた調子乗ってたなんか昨日もなんか制服着て調子乗ってたからね、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、褒められるもんね、ついねちょっと嬉しくなっちゃってね、最近ちょっと感じになるね、感じになっちゃう、なるほどね、まあ、でももうすぐあれだね、レコーディングが終わって、そうね、もうまあジャケシャとかももうすぐそうだよね、なってくると思う、はい、聞かせて新曲聞きたいの、聞きたいの確かにもうあと1ヶ月そうだよね、だってもう9月になったんだよ、そうなんですよ、9月になったんだよね、そうだから1ヶ月待ってやるとすぐにリリースだからね、うん、あっという間ですわ、あっという間だよ、早くね聞かせたいね、聞かせたい、いやほんと聞かせたい、今までのカバナでは、まあ、ちょっと新しいかも、新しいかもね、新しいかもね、楽しめるような感じ、そうだね、要素もたくさん入ってるから、うん、早くライブでやりたい、やりたいね、いつやるんですかね、いつやるんだろうね、いつやるんだろうね、結構知りたいし、いつか分かんないですよね、新曲のお披露目ね、おー、9月そんなに日付決まってるんですか、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、聞いてない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 、もう一回、もう一回、
18の週ぐらい18の週大阪終わった週じゃないですか。2週間後え、まだ振り落としも何もしてないですよね、私たちの。今初耳だからね。今みんなとリアルタイムで一緒に聞いた感じ、マジか、大変だね。ね、頑張らなきゃね。頑張ろう。でも今回あれだね、カップリングも既存曲が、そうだね、そうカップリングになって、うん、1曲は迷い残り、もう1曲は刺激も2ということで2曲入るんですけど、はい、みんなどっちも好き？あそこに寂しい人がいるからさ、なんかさ、一番反応いいんですよ。誰よりも反応良かったけど、作詞の言っても分かりません。やめなさい、そういうケースが。じゃあ準備の方は整いましたか？大丈夫です。皆さんお手伝いありがとうございます。ということで、それではね、本日の主役をね、はい、呼び込みたいと思います。というわけで、それではここから生誕祭スタートです。イエーイ。主役のマイマイさんに登場してもらいたいと思います。じゃあみんなでマイマイせーのでやりましょう。いくよ、せーの、マイマイ。あ、なんか事務所にあったやつを着ました。でもあのリボンのついたやつが着たいって言ってたんですよ。ちょうどよかったね。そうなんです。で、なんかこれ丈がこう違うのがポイントです。なるほど、長さが、ね、はい、そうです。かわいい、ありがとう。よかったね。純白だね。そうです、白を着たんですよ。なるほど、はい、白のドレスにしました。それからね、はい、ここで皆様からのプレゼントが、あ、そうだ、いろいろあるということなので、はい、準備は大丈夫かな、整ってるかな。楽しみ楽しみ。私の準備は大丈夫です。それは知ってるから。ちょっと静かにして。頑張ります、頑張ります。ということで、それでは一つ目のプレゼントどうぞ。はーい、お、あ、写真集、チラレチョコのマイマイさんが入ってるやつと、写真集みたいなやつでーす。ありがとう。すごい、ハッピーバースデーって書いてある。書いてある。写真集いいね。写真集だ。じゃあゆっくりと後で見ます。中身の方は後で。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、次のプレゼントありますか？続いて、あ、ありがとうございます。かわいい、プリンセス仕様だ。マイちゃん T シャツですね。しかも M って書いてあるの、後ろイニシャル。え、すごい、ありがとう。すごい、あれ後ろ着てるのか、着てるのか、おそろいで。ありがとう、すごい。じゃあ続いてのプレゼントお願いします。めっちゃかわいい。じゃーん、前衣装着てるんだけど。え、すごい、衣装着てる。しかもまいちゃんがいつも下げてるポシャシャップしてる。かわいい、やばい、めっちゃかわいいじゃん。ありがとう、すごい。中身もたっぷりだな。ね、後ほどみんなからのメッセージカードなのでね、じっくり見てもらえたらと思います。ありがとうございます。すごい、はい、ということで、たくさんプレゼントを決めた。あ、もう一つあるって。あ、ありがとうございます。もう一つ、最後のプレゼント、はい、最後お願いします。ありがたい、クリスマスしようかと思っちゃった。ありがとう。卒業生の栗原ひとみがケーキを持ってきてくれました。ありがとうございます。あ、一緒に来た。ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。ちょっとそれ楽屋です。じゃあちょっと、あ、ハッピーバースデーみんなで歌いましょうか。ペアで聞くよ、はい、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマイマイ、ハッピーバースデートゥーユー。
あれだね、すごいなんか懐かしい感じの雰囲気になってきましたけれども人がいるのね。それではじゃあ、はい、最後にまいちゃんからね、はい、コメントをもらいたいなと。はいありがとうね。あのケーキ食べないでね。シュウちゃんのケーキ食べないよ。はい、じゃあまいちゃん最後に、うん、はい、どうしよう。あ、みんな今日は来てくれてありがとうございます。どうしようかな。今年21歳になるんですよ、あと4日後ぐらいに。だから今年は去年とかその前よりももっと笑顔をいっぱい作れるような存在になりたいなって思ってます。なんかそう、前にできることはみんなを笑顔にすることが一番だと思うので、どんな形にしろなんかみんなで笑顔で笑ってられる時間を作れたらと思うので、これからも見守っていってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。こういうの苦手であんまりなんか言えないんですけど、こんな感じでいいのかな。それあのみんなに聞いても困るのでめいちゃんの全てを伝えたら今日はいいと思います。はい、はい、そうですね、みんなでまだまだね、うん、残りもあるということで、はい、楽しんでいけたらなと思います。はい、はい、それでは次はまいちゃんが1曲歌ってくれるということなので、はい、そうなんです。じゃあコカ任せていいですか。はい、頑張ります。はい、頑張って、はい、頑張ってね。はい、ちょっと1曲カバガンの曲を歌いたいと思います。それでは聴いてください、どうぞ。
の次の曲どうぞ。あI'm not afraid to die.
ありがとうございます。はい、ということで、まいちゃんのソロから始まったけど、はい、まず生誕祭どうでしたか？めっちゃ楽しかったです。そう、最初に午前中もライブとかもあったじゃん。で、ちょっと不安とかもあったんですけど、すごい楽しくて、だからすごく良かったなと思います。みんな来てくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは以上、カバーガールズでした。ありがとうございました。皆さん、今日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。皆さん、松川のこと好きですか？みんな照れ屋ですね。もう一回いきます。皆さん、松川のこと好きですか？みんな大好きっていうことで。松川コールはマイマイコールでお願いします。I'm not sure.
17人でのノンシュガーストロベリーショートケーキでしたが、はい、まいちゃんどうでしたか、久しぶりに。あのこの曲いつもアンコールでやるんですけど、うん、あのね、主役に私いつもチューしてるの。だから今回誰かメンバーしてくれるかなと思ったら誰もしてくれなかった。いや、あれさ、いやだって毎回だってちょっと嫌だよね。なんで？ひとみとか来てくれるかなと思って久しぶりに会ったんですよ。誕生日とか関係ないんですね。ありがとうございます。楽しかったです。はい、ということでね、この後は、最後特典会も、待ってますので、最後までみんなで楽しめたらと思います。はい、じゃあちょっと久しぶりに7人で締めようか。そうね。はい、ということで、それでは以上、カバーガールズでした。ありがとうございました。